今日は熱帯の積乱雲を含む大規模な雲域の変形過程についてお話しいたします。これはトバコアの時の事例なんですけど、ここで4000キロぐらいありまして、2日ぐらいのループを何回も回していますが、積乱雲の主体の帯が1本あったのが、こう両側の巻雲を主体とする帯2本に、ほぼ同時に分かれていくというダイナミックな現象がありました。でこのような東西に非常に広がった帯のような雲が変形していくというものの中には、ITC ブレイクダウンというのがよく知られていて、これは一連の渦をいくつか形成して台風の発生につながる場合もありますので、よく研究されています。ところがそれと同じぐらいの頻度で、この帯状を保ったままに、先ほどお見せしましたように平行の帯に分かれていく様子も衛星画像ではよく見られます。でこれずっとやってきたんですけど、なかなかその形成時機構が分かりません。でやっぱり列数を稼がなきゃいけないということで、ここでは全熱帯にわたる3年間の統計を取りましたので、それを紹介いたします。昨年の学会で、MTSAT だけを用いた統計についてお話しいたしました。でその中でちょっと小さいんですけど、日付変更線、これ MTSAT 領域の東の方で、この雲帯がまずたくさんできまして、でそれのこのオレンジは右軸なんですけど、分割がきれいな分割が起こる割合なんですけど、特にこの東端のところで高い頻度で分かれているということが分かりました。でこうなってますので、さらに東の方ではどうなるかとか、他の海域もそうなんですけど、他の領域が気になります。でまた去年のところはこの雲帯は客観的に見たんですけど、分割は主観的に目で見て判断していましたので、なんとかこれを主観的じゃなくて客観的に出せないかということを考えました。で今日は全球の TB を用いて、さらに分割、まだ完全じゃないんですけど自動抽出を試みましたので、それをちょっとお話します。主な主要データは NASA CPC の 4km コースの全球 IR データです。で2段階で、まず最初の雲帯を検出しなきゃいけなくて、それを検出したらその後分割を見ていきます。でこれは去年と同じなんですけど、まず帯状雲をどう抽出するかです。このように経度幅15度、緯度幅2度のボックスをずっとスキャンしていきまして、255系以下が 75%、 要するにほとんどが雲だっていう、高い雲だっていう場所を見つけます。それを見つけると両3度離れたところに同じ形のものを見つけて、ここはもうこういう領域で、要するに晴れているところがあって、このセットが見つかったらそこが綺麗な雲帯だというふうに考えます。でこれで全球を見ていくと、ここは MTSAT 領域なんですけど、確かにこの MTSAT 領域の東端よりもっと東にもっともっと帯状雲がたくさんよくできる領域が見られると。ただしインド洋とか大西洋も見られて、この雲帯っていうものは細い ITC、 東西の細い ITC 線があれば、どの海域でも見えているということも分かりました。で季節分布も見たんですけど、あまり大きな違いはなくて、太平洋域でいくと少し冬の方に西に多いかなっていうぐらいの違いでした。で雲帯が全球にあることが分かったんで、次は分割を見ていきたいんですけど、これは衛星画像を動画で回すと目では割とはっきりと分かるんですけど、客観的に捉えるのが非常に難しくて、今までうまくいっていませんでした。で今回も主観的なパラメータチョイスによるんですけど、見逃しと空振りをこうどっちも防ぐようなやつを試行錯誤して、それなりに使えるスキームになったと思います。で前の浜田さんの論文の典型的な例を使ってのアイデアを説明します。でまず最初こういうふうに一つの雲帯があったやつが、この場合はもうチャンピオンケースでもう見事に2つの帯に分かれるんですけど、これをこの赤い経度幅でずっとこの一つのそれぞれの緯度帯でどれぐらい雲があるかっていう時間緯度断面を書きます。そしてこのコンタじゃない、陰影が250系以下が 20% 以上になるところなんですけど、それを見ていくと最初のこれは1本なのでここ1箇所なんですが、こういうふうに3本ぐらいに分かれると 1,2,3 というふうに分かれていくと。で特徴としてこのくの字とか、あるいはこの矢印のようにこう右の方に広がっていくというのをこの図で見つけていこうということになります。
で繰り返しになりますが、帯状雲が形成されて、ここちゃんと説明してませんが、積乱雲活動が弱まった後にこれが起きるので、この積乱雲活動210系というのを判断してるんですけど、これが弱まったところからスキャンして、そしてこういう晴天領域が真ん中でできるところを探すというシナリオでいきます。で、今回の一つの例としてはこういうやつがありまして、これ2017年なんですけど、一つの雲帯が見えた後、こういうふうに両方に分かれていると、これを使って説明させていただきます。で、ちょっと変な絵ですが、今のずっと同じように時間緯度断面があったときに、まず最初雲帯が先ほどの最初の方向でディテクトされたときに、雲帯の中の雲に雲帯フラグを立てます。で、3時間後にまず雲のあるところに全部雲フラグの緑を立てた後で、このここと3箇所連続したのがありますので、それに分けて、でこういうふうにして、この連続した中にどれでもいいので、一つでも前雲帯フラグのついていたものに対応するのがあれば、そこ全部を雲帯フラグに変えると。で、こっちはただの雲フラグのままにすると。で、さらにそれを繰り返していきますと、この広がっていく雲帯だけに、雲帯のフラグが立つと。そして最後ここなんですけど、その雲帯フラグの間に、1度程度以上の晴天領域が見つかったら、分割がイスタブリッシュしたと考えるというふうにします。で、先ほどの例ですと、こういうところが雲帯フラグになって、黄色いところですね、雲帯フラグになって、この青いところが晴れで、ここに晴れ領域が間に挟まった段階で、分割ができたと見ます。で、最初のここのところも点振り返るとこういうふうに帯になっていて、ここのところではちょっとこれの仮想雲がいろいろあって見にくいんですけど、この辺の1、2と、これあんまり綺麗じゃないですが、2つに分かれたなと判断します。で、先ほど論文で取り上げたような美しい分割は、あまり実はとこ多くなくて、なんとか分割しているものもありますが、あまり帯状でないものとか、隣接する雲域から紛れ込んできたやつがによる誤認なんていうのはまだそれなりに含まれています。ただし、その空振りが特定の海域に多いっていうようなことはなかったので、ちょっとプレリミナリーな結果になりますが、今回の抽出法で出したものを紹介していきます。で、空振りってどんなんかということなんですけど、この左側にあるようなやつはまだそれなりにきれいに分割が見えてるやつなんですけど、2つこれでも2本あるんですが、こういうふうになってくると、これがどうして分割なのかっていう疑わしいようなものもちょっと含まれてます。これ実は積乱雲がこの辺とこの辺に多くあって、一応2つに分かれてるんですけど、ちょっとこれあまり欲しいものじゃありません。こういうのがまだちょっと含まれています。で、そういうことがあるんですけど、この場所を変えていきました。そうすると、この青丸が今の分割事例なんですけど、先ほどの、この赤の雲帯ができたところのどこでもそれなりにはできている。ただよく見るとこの辺り、ひまわり領域の MT サト領域の東の辺りは丸の密度がちょっと多いんじゃないかという感じがしますので、もう少し丁寧に見ます。で、これが経度別の分割数なんですが、やっぱりこの180から150度ウエストっていうところが一番多いということになっています。ここをもうちょっと丁寧に見ます。で、これは、オレンジが雲帯ができた数、右軸です。で、青が分割が起きた数、左軸です。そうするとやっぱりちょっと見たところ、こういうふうに実際見えるんですけど、雲帯はもっと東太平洋の方で多いんですけれども、分割はそのピークよりも少し西の日付変更線付近に多いという感じが、その一個一個見た感じで見れてるんですけど、統計的にもちょっと出てきた感じがします。で、これこういう違いっていうのがまだ謎は分からないんですけど、この特にこういうところで分割が起きやすいっていうことが、今後なんかメカニズムを考えるヒントになればいいと思っています。で、ここまでの分割統計を、分布統計をまとめますと、この細長い IPCZ があるところでは帯はどこでもできると。で、この分割の発生っていうのは若干の地域性があるんで、これがヒントになるんじゃないかと。ただまだ空振りがかなり入っていまして、逆に見落としもありますので、これを少しずつ丁寧にして、上手に分割を選べるようにしていきたいと考えています。で、今日は統計だったんですけど、それを含めてこの研究全体を見回してみますと、特に分からないところが2つあって、1つはその帯状の雲域が生成する理由の探究が必要です。
ITシーズブレイクダウンなんかはそのサイクルの一環としてこの広い雲帯ができるっていうことも説明されてるんですけど、見ていくとまあそういうのがなくても雲帯が広がることがあって、まあ、これが一つ調べなきゃいけないことです。でもう一つなんですけど、変形っていうのはその帯状だけじゃなくて変な絵ですが、こういう丸いクラスターとかぐちゃぐちゃな形をしてクラスターもみんなやっぱりこういう点に広がっていくっていうのがあると。だからまあどれもこれも大事なんですけど、やっぱこの帯状というのは形が綺麗なので、これを選んで解析すると、まあ、こういうもの全てにつながるようなそのクラスターの終焉に伴 もう一斉の形の形成というのが調べやすいんじゃないかと思っています。ただ問題があって、この雲帯とかは、客観解析でもあるんですけど、これが分割していくような時 の状態、これ分割そのものは客観解析でもあまり見ることができなくて、それがネックになっています。で今日ご紹介しませんけど、ニッカムなんかにもたまに出力にこの現象があるんで、こちらは辻褄のあった力学場が得られますので、それを解析するというのが一つやっています。あとちょっと熱帯じゃないんですけど、ちょっと中緯度で面白いのを見つけましたので、ちょっとそれを紹介します。でこれは去年の夏の南九州の事例で、こういうきれいな形のやつがあるんですけど、時間変化見ていくと、上層の、渦に伴ってですね、南九州で、こういう非常に綺麗な円形のアンビルができて、これは2時間半ごとにこうずっとつながっているんですけれど、だんだん巻雲ができて、でこの辺で積乱雲活動はほとんどなくなって、こういうアーク2つに綺麗に分かれていきます。でこの場合は中緯度なんで、最後アジャストして低気圧の渦ができてはいるんですけれども、でここ で起こっているような雲のプロセスというのは、先ほど の熱帯の帯状のものと非常によく似ているので、こういう中緯度でライダーとかレーダーとかが、それからゾンデなんかいっぱいあるところで、こういう雲の性質を見ていくと、これが熱帯の方にもヒントにならないかななんて考えています。ということで、まとめて今回手法として全分割の自動検出スキームを開発して、あと全球の分布を見ましたら、全世界でこれも見えているということが、分かりました。で今後は先ほど申し上げましたようなニッカムのデータなんかの中心で分割機構を合わせて、で今回のような検出法をこういうのにも当てはめていって研究を進めていきたいと考えています。じゃあ以上です。何か質疑ございましたらお願いします。すみません、雲の広がっていく時の高さっていうのは、はい、高さ決められます戸隠湖の時は循環場も良かったんで、やっぱり僕は普通の検温高度になっている12キロとか13キロあたりでになっていると思います。あとあれですね、考察のところにいろいろ大体書いてあったんですけど、時間どのくらい、ね、維持されるか。そうですね、1日から1日半ぐらい、その辺が時計が分かってる。そうですね、ただどの雲がどの雲につながるかっていうのを客観的に示すのがなかなか難しい。ただ1日半というのは割と長い間持っているので、それが巻雲の帯がどうしてそんな長くも維持するのかというのが重要なことだと思います。で日韓部 の一例だけあったんで、そこで見てみるとそこには割と強い巻雲の場所に上昇流がずっとついてきているので、何かそういうものを維持するようなシステムがあるように思います。ひまわり、日付変更線のあたりだったら、ひまわり8号って見えるので、追跡風なんかを使いたい。はい、ぜひ追跡風使いたいと思います。いや最後の中緯度との関係とかで聞くんですけれども、その時間的には1日なんで、で空間的には何千キロとかなんですよね。で結局基本的にこれよりが大事な現象ばかり、熱帯といっても赤道直下だ、直下というか直上じゃなくて、やっぱりちょっと離れてこれよりが効くところを見られてるんですよね。だからこそなんか日本付近とも何かアナログスかなとか、そういう議論だった。ちょっと言い方が悪かったんですけど、最終的にできた形態はだいぶ違って、やっぱり中緯度はちゃんと地高フダジャストしたような形になっていて、で熱帯ではやっぱり2度ぐらいでも2度ノースとかでも見えるんですけど、だから熱帯のやつは今のところそれほどコリオリが効いてはいない。むしろ素朴に、はい、ただコンペクションのどう組織化して
どういう形態に発展していくかみたいな、はい、プラスターの終わなんでか急に全部一斉にどうやってプラスターを積乱雲活動が終わってしまうんですけど、それが終わった後に何が起きるかあたりが多分似ているんだと思います。先ほどとしてはこれになくても起きるようなことを、はい、これより本当はない方がいいと思います。ありがとうございます。今まで例えばその中澤さんの階層構造のイメージがあって、あれだと初めから多重の構造の重ね合わせになっているというイメージですよね。でそれに対して今回の解析だと時間的にその最初はそのある大きな構造があって、それが小さい構造になっていくという話で、ちょっと対立的かなと思うんですけど、その両者のその落とし前というか、どうやって説明するのかというのがちょっと興味がある。で例えばその中澤さんの階層構造にしたって、最初のMJ5 の最初のが始まるときには多分なんかモヤモヤとしたものはずで、大きなもので、それがおそらくだんだんと内部構造を含めたものになっていくのかなと。そうするとそこを見ているのかなという気がするんですけど、それでいいですか。ちょっと難しいお質問なんですけど、これ小さくはなってなくて、むしろ帯は広がっているので、形としては小さくはなっていないと思います。で中澤さんということは赤道波とかの関連だと思うんですけど、はい、この最初にお見せしましたこの、一番最初の方にこれもですね、これ実はちょっとよく見えないんですけど、この真ん中をこう実は西の方にずるずると動いているクラスターがあって、でこれは赤道補足の慣性重力波の N1 だと思っていて、何か役割を果たしているとは思うんですけど、それ ITCZ の中のなんか特別な動脈を、そういうなんか赤道波が通って何かしているんじゃないかみたいな、そういうイメージです。ちょっと答えになってないかもしれません。だから例えばよくあるMJO のインデックスっていうか、経度体の卓越に分けて解析すると何か答えが出ないかなと。つまりくぼみがいつできるかとかいうことですね。はい、そうですね。ありがとう。他よろしいでしょうか。ちょっと確認なんですけど、分割した雲は、上空だけなんですね。その下に下の下層の石油系は伴っていない。はい、証拠はないんですけど、形態上見たところは軽雲のみだと思います。でたまにクラスター残っている時もありますが、典型例では完全に軽雲軽雲に分かれます。ということで、もう時間でしょうかね。はい、どうも、じゃあこのセッションこれでおしまいです。どうもありがとうございました。あ、違う。アナウンスをしないといけません。アナウンスが2つありますか。